ゴジラね、大ヒットしたことになってんだけど、あれ本当にヒットしてんの？よくわかんないんだけどさ、アメリカではヒットしてたのって第1週だけでしょ。で、第2週になったらもうあの猿の惑星に追い抜かれたはずなんだよね。だから海外に関しては1回だけ1位になってすぐに落ちたはずなんだけど、日本ではなんかこう大ヒットしたってことになってる。で僕自身はゴジラはアベンジャーズよりはちょっとダメだったかなに近いのかな。ものすごい期待したんだよ。超期待したからパシフィックリム現象って言ってんだけども、去年パシフィックリムが来る時にもうパシフィックリムを見るまで死ねないっていうぐらい期待してて、で終わったらなんかあこんなもんだったかって、一番最初のジプシーレンジャーが雨の中出撃してくるシーンとか、台湾か香港の沖縄海上決戦みたいなシーンはかっこよかったのになっていう、なんかそんな印象だったんだ。今回のゴジラもハワイに行くまでがものすごく面白くて、ハワイに行くまで面白かったんだけど、そこから先なんかだんだん下がってくるし、大体一番かっこいいシーンで予告編で見るし、予告編で想像してたぐらいすごくないしっていうかな。例えば足から煙出しながらさ、いろんな人がうわーって、あ違う、空挺団が、パラシュートで、どんどん飛び降りるじゃん。で、あの後どうなるのかなと思ったら、別にみんな地上降りるだけなんだよな。だから予告編が一番かっこいいんだよ。そこが困った。で、お話自体はね、面白いっちゃ面白いんだ。っていうのは、俺今回のゴジラで唯一面白かったのが、その最後ゴジラ怪獣と戦って寝たんだよな、グースかフィースかって。疲れたと言って寝て、フェイスブックにも書いたんだけどさ、で最後どうするのかって言ったらガバッと起きたんだよ。そしたら負けたと思ったゴジラ、死んだと思ったゴジラが起きた瞬間にアメリカ中のテレビ見てる人たちがおーとかをやってんだよな。もうね、分かりやすぎるアメリカ人。でかいのは偉いとか、強いのは偉いとか、マイク・タイソンはボクシング強いから偉いに違いないっていうね、強さとかでかさに対するね、無根拠な信仰というのが出てきて、あれがあるからあいつらスクールカーストあるわけでしょ。なんかフットボール部のさ、キャプテンだから偉いに違いないとかさ、アメフトのさ、なんか体でかいやつだから言ってること間違いないとか思って、だからそいつら卒業した後はカーディーラーとかさ、そういうしょうもない仕事しかなくてどんどん崩れていくんだけども、なんかね、でかくて強いやつは強いみたいな信仰をまともに出したんだよな。で、そのまともに出した結果、ゴジラ最後海帰る時にさ、日本のゴジラが海帰る時ってこう立ったままザーッと、いわゆるお化けの帰り方するわけだよね。でもアメリカのゴジラって腹からドッポーンって入っててさ、もう本当にね、親父がねサウナ風呂に入る入り方でドッポーンって入って帰って、分かってて、今回のゴジラのテーマは親父なんだと。でっかい親父が復活したぜと。アメリカにはもうでかい親父がいなかった。でかいアメ車もなければ、なんか合理的なさ、レクサスとかそういうふうな車ばっかりで、で入ってな、アメリカの今の現代を牽引してる企業って全部さ、シリコンバレーとかそこら辺の若者が Facebook とか Google とか、わけのわからない小細工みたいなものばっかりで成し上がってると。どこに行ったんだアメリカの親父はって言ったら、日本からやってきましたみたいな。ビッグダディ来ましたよって。でアメリカにあだなす、なんか原子力怪獣をボコンボコン殴って、最後は口からなんか火みたいなの吹いて疲れたって寝るんだけど、まあアメリカ人が好きな、負けたかと思ったら立ち上がるとかさ、やられたと思ったらもう一回アメリカ国旗を立ち上がる。よく俺あのゴジラがアメリカ国旗持って立ち上がらなかったっていうぐらい分かりやすい復活の仕方して、最後はダッバーン、またアメリカがピンチになったら来るよっていうような感じでザーとか言っちゃうっていう。そういうさ、あの親父復活、強いアメリカとか、本当にビッグダディものだよねというふうにやったんだ。だから何を祭らなければいけなかったのかというと、日本は第二次大戦の決算とか戦後繁栄っていうふうなものはあの時に死んだものだ。当時のゴジラ公開された時はまだ生き残ってしまったという言葉があったぐらいなんだよ。第二次大戦で本来死ぬべきだったかもしれないんだけど、生き残ってしまったみたいな言い方があったんだけども、だからそれが帰ってきて日本人に、お前らの繁栄それでいいのかっていうふうに死んだ目で見下ろすと。そこら辺がその第一作のゴジラのすごい怖いところであり面白いところなんだよ。で今回のアメリカ人は、アメリカ人よ、そんな自信なくていいのかっていうふうに言って、ビッグダディが平泳ぎで帰っていくっていうすげえ話なんだよな。だから徹底的にハリウッドアメリカ映画で面白いんだけども、俺日本人だから共感できねえわ、うわ退屈な怪獣映画作りやがってって思ってたの。6月27日ですねの21時からですね、フジテレビ系でキングコングドクロ島の巨神がオンエアされます。先週のですね、あのゴジラに続くですね、モンスターバースシリーズの第2弾ですね。
ね。バースっていうのはあのマーベルユニバースみたいな複数の映画、複数のシリーズを一つのワールドですね、世界にですねまとめる、こういうのものをバースっていうふうに言うんですけども、まあ、特徴はですね、日本の怪獣やアニメへの愛がやたら強いことなんですよ。制作会社のレジェンダリーがですね、中国資本に買収されて、脚本上はですね、中国をすごい尊重するような内容になってるんですけども、現場スタッフの日本アニメとか日本の漫画への愛があまりにも強すぎてですね、何でもかんでも日本のネタぶっこんでくるんですね。今回のキングコング冒頭でですね、第二次大戦の末期で日本軍とアメリカ軍のそれぞれの戦闘機が南の島で墜落するところから始まるんですけど、このパイロットが生き残って、日本人とアメリカ人なんですけど、友情を育む話なんですよ。日本人 の兵隊の名前がですね、軍兵怒りって言うんですけど、このもうね、スタッフは堂々とインタビューで、軍兵はね、ゲームボーイの生みの親、横田軍兵だよって、日本人だったら誰でも知ってるだろって言うんですけど、誰でもというわけにはいかない。で、怒りっていうのはね、言うまでもなくエヴァンゲリオンの怒り信じたよっていうふうに言ってくれるんです。そこまで言ってくれると嬉しいですけどもですね、あ、横井軍兵だ、ごめんなさい、横井軍兵ですね。でキングオブというのはもともと1933年に公開された世界初の怪獣映画で、日本のゴジラ誕生にも影響を与えました。これが1933年のゴジラなんですよ。で、この頃のコングっていうのはまだ未発見の人類の祖先っていう設定なんですね。だから直立に日本足歩行します。で、身長15メートル、いわゆるホモエレクトロニクスとかですね、あとネアンデルタールスとかと同じように、原生人類がですね、生き残るほか淘汰されてしまった類人猿の一種になってるんですね。これまで7回映画化されました。これが8回目になります。ところがですね、この身長15メートルのキングコングというのが、この新しいキングコングでですね、まあめちゃくちゃでかくなってるんですね。人類を立ち向かうなっていう、すごいキャッチコピーなんですけども、これまでのですね、最大ですね、身長32メートルという設定になってます。コングですね、この身長32メートルですけども、これでもまだ小学生ぐらいだそうです。実は成長期に入ったばっかりで、これから体が大きくなる少年だそうなんですね。来年公開のゴジラ対コングではですね、ゴジラの身長130メートルなんですけど、120メートルなんですけども、これと互角以上に戦う姿に成長してる。今一番おすすめの映画を教えてっていうふうに聞かれて困ってるんですけども、アニメ見るんだったらまあスパイダーバースだと思うんですよ。で、映画を見る人ならグリーンブックか運び屋だと思います。で、 SF 好きな人だったら移動都市モータルエンジンっていうのをもうすごくおすすめします。バカ映画が好きな人だったら飛んで埼玉かパペット大捜査網追憶のパープルシャドウっていうですね、これをですね、まあ見てほしいと思うんですけど、今一番語りたいのはですね、それらの映画で大体予告編として入ってるですね、ゴジラキングオブザモンスターズの話をしたいと思います。ゴジラキングオブモンスターズすごいっすよ。ようやっとね、何がやりたいのか見えてきたんですけど、これラドンですね。で、キングギドラ、モスラっていうですね、本当かよみたいな派手な絵が出ているんですけども、ようやっとね、何がやりたいのかっていうのが最新版の予告編から見えてきました。レジェンダリーが作っているこのシリーズっていうのはモンスターバースっていうふうに呼ばれています。モンスターバースっていうのはスパイダーバースと同じくモンスターの存在する世界という多元宇宙ということですね。ゴジラとキングコングっていうのは本当は別の映画なんですけども、その怪獣映画の世界っていうのが一つの世界になっているっていうミックスしてお届けっていうのがモンスターバースシリーズです。で、このモンスターバースは2014年にゴジラで、2017年一昨年にキングコングをやりました。今年の5月に公開されるのがキングオブザモンスターズ、このキングギドラが出てくる話ですね。来年の5月に公開するのがゴジラ対コング、いわゆるキングコング対ゴジラやるわけですね。で、何がすごいかって、このモンスターバースの世界観です。この世界ではですね、ゴジラたちは怪獣、いわゆるモンスターじゃないんですね。かつてこの世界を支配していた神々で、映画の中ではですね、タイタンと呼ばれてます。ギリシャ神話とかのですね、神々の名前であって、いわば神獣、神の獣というようなものです。モンスターじゃない、石炭紀あたりのですね、地球に生息していて、この地球をですね、支配していた神々なんですけどもですね、それがですね、気象変化で地球の内側に、まあ、こもって地球空洞説の内部でですね、数十億年間眠っていた存在なんです。それがなんで目覚めてきたのかっていうと、人間が地球を破壊しようとしていると、文明の暴走を止めるために復活したと。だから原爆とかですね、あとは原子炉にこのゴジラがなんで反応して出てきたのかっていうと、ゴジラはですね、人類の敵ではなくて文明の敵と、
いわゆる犯罪者を裁くけど市民を裁かないというですね、市民の味方であるバットマンとかスパイダーマンと同じ地球の自然の自警団として出てくるわけですね。だから人類文明に対抗してるんだけども、人間そのものを否定しないですね。このあたりのですね、やり方がうまいと思うのは、もともとそのバットマンとかそのスーパーマン、スパイダーマンの自警団文化、自警団文化っていうのはアメリカだけじゃないんですよ。昭和の日本でですね、昭和30年代か40年代にヤクザ映画っていうのがめちゃくちゃ流行ったんですよね。そのヤクザ映画が流行ったっていうのは、大衆、いわゆる民衆と犯罪者と、それを裁くはずの警察、警官という問題をですね、アウトローの立場からこの3つだったら3すくみになって動けないものを解決する装置としてヤクザっていうのを機能しているっていうふうに、まあ東映の任侠映画とかが主張してたから、だからその昭和の時代にはですね、ヤクザ映画がすごく多かったわけですね。この大衆、犯罪者、警察、これがお互いが手を出せないような状況になっていると。同じくアメリカでもですね、大衆、マフィア、組織犯罪者、警察っていうこの3組のどうにもならない構造をスーパーヒーローと呼ばれるですね、バットマンやスパイダーマンという自警団が解決する。このあたりが、自警団を使わなければ正義が執行されないアメリカの悩みであり、昭和の日本の悩みでもあったわけですね。話戻しますけども、ゴジラシリーズ、モンスターバースに出てくるゴジラたち、タイタンたち、神の獣たちは、人類と行き過ぎた文明と、それを制御できない国家や巨大企業という、この3組状態を解決するために復活してきた。だから実はさっきも言ったように地球の、自然の自警団でもあるんですね。しかし復活してきた怪獣と、この辺りの怪獣タイタンと違う系統なのが、このモンスターゼロと映画の中で呼ばれるキングギドラです。キングギドラだけはですね、南極で氷漬けになっていたんですね。宇宙怪獣だからです。カイコの時代にゴジラたちと戦い、南極に封じ込められていた。この設定でもうお分かりの通りですね、実はこのモンスターバースというのはですね、クトゥルー神話なんですね。古代の地球にはですね、旧支配者というのがいて、旧支配者と呼ばれるですね、巨大な神々がいて、それに対してですね、別の宇宙から古き者というのが襲ってきたと。彼らの戦いは人類が生まれる以前に終わってしまったけれども、しかし南極や世界中からそういう神々たちが復活しつつあると。これがクトゥルー神話なんですけども、同じなんですよね。不狂気な山脈とか書かれていることと。でゴジラを現代に復活させるにはあたって、まさかね、クトゥルーを持ってくるっていうのはね、意外だけど大正解で、予告編のね、渡辺謙のセリフがかっこいいんですよ。渡辺謙ね、我々に必要なのは、どのタイタン、どの怪獣が人類の味方で、どのタイタンが人類の敵なのか、我々を滅ぼそうとしているのか、慎重に見分けなければいけない。それによってどのタイタンに味方するべきなのか、どのタイタンを助けるべきなのかっていうのを決めるっていうふうに演説すると、そうするとそれを聞いていたですね、そのお偉いさんがちょっとね、冗談っぽくからかうように、ああ、じゃあ俺たちはゴジラをペットにするって言うのかっていうふうに言うんですね。笑いながら言うと、そうすると会場の人たちもニヤニヤ笑いながら皮肉に笑うと。そしたらね、渡辺謙はもっとすごい笑顔を浮かべてニヤッとしてね、 No, we'll be his、 No, we will be his って言うんですね。どういうことかというと、違う、我々がゴジラのペットになるんだっていうのを、ものすごい皮肉の笑みを浮かべてやるシーンがですね、もう悶絶するほどかっこいいんですよ。超大国とかグローバル企業同士がぶつかり合って支配権を争うっていうのが、それが現実なんですけども、そういう現実の中で人間は超大国やグローバル企業の中のお気に入りになって生き残るしかない、そういう世界っていうのを丸々反映したですね、世界観にこうできてるんですね。もうすごい、これでですね、渡辺謙のセリフといい、なんといい、なんかね、予告編全てが僕今のところこれかっこいいなと思ってるんで、もう5月まで公開までですね、キングオブモンスターズまで絶対に死ねないと。世界というのは面白いことだらけだなと。いや、なんでまだこれから先面白い映画が出てくるんだと思ってるんですけどですね、楽しみにしております。ゴジラキングオブザモンスターズのことをちょっと今週の話題として語りたいと思うんですけども、パンフレット、こんな感じのパンフレットなんですけども、まあネタバレなしでですね、
感想を言ってみます。ネタバレなしですからですね、本当にさらっと言うだけです。映画館行ったらですね、もう本当に会場がですね、アラカンというかですね、アラウンド還暦ですね、60前後のお客さんの男ばっかりがびっちりのところでですね、皆さん見ることになると思うんですけれどもですね、普通の人が行く時間帯だったらそんなことないんですけれども、平日の昼間行くと本当にマジでアラカンおじさんばかりです。映画の内容はね、ヤンキー感というかですね、オラオラ感満載なんですね。ワンピース見てるみたいなですね、そういう意味で面白いですね。このキングオブザモンスターズって、予告編が例えばオーバーザレインボーとかですね、そういうしっとりした音楽をかけて割とものすごい映像を見せるので、なんか黙示録的な作品かな、これすごいなというふうに思ってたんですけども、007かと思ったらワイルドスピードだったというかですね、ビートルズかと思ったらエクザイルだったっていうですね、なんかそういうヤンキー感がある作品なんですよね。あとこれ出してるのはですね、これはパンフレット1000円の特別版なんですね。なんで特別版かというと、通常版が800円というのもあったんですけど、劇場でお姉さんにこれ何が違うんですかって、いや写真が多く入ってるんですよって言われて、1000円の方買ったんですけどもですね、もう騙されたもいいところでですね、どこが違うのかって言ったらですね、写真が多いというのは何かっていうと、この中にただ単に通常版が入ってるだけなんですよ。その中に割となんか各怪獣のどうでもいい秘密でも何でもないようなですね、写真というかこれイメージイラストが入ってるだけでですね、いい加減にしろと、こんだけの紙のために俺は200円も出されたのかというふうに思ったんですけども、これが通常版パンフレットなので、これから映画館に行く人、これネタバレでも何でもなくてもう注意です。特別版は買わなくていいです。800円の通常版で十分というか、この800円のね通常版のパンフレットもね、もう内容がですね、こういうインタビューのシーンたまにあるんですけども、文章が少なくてですね、もう何かというと写真ばっかりでですね、もう別にこれ買わなくてよかったなと、久しぶりにね買わなくてよかったなという感じのですね、パンフレットでした。ページ増えてる、そうですね、もう大量に売れることが分かりきってるので、800円なんだけど割とページ数多いし、オールカラーだから本としてはお得なんですけど、僕としてはもう読みたかった文章があんまりなかったんでですね、ちょっと悲しいなと、まあ仕方ないかもわかんないですね。日米同時公開ですし、ギリギリまで内容秘密でしたからですね、内容薄くなるのは仕方がないんですけど、ちょっとね悲しかったです。ゴジラ対コング見たんですけども、本当にね、ゴリラ番長とトカゲ番長の対マン映画だったんですよ。本当にね、人間ドラマをほとんど放棄してるんですよね。ネットフリックスの全裸監督と同じ作りです。ネットフリックスの全裸監督って人間ドラマがあるふりをして、あそこにあるのはもう顔芸の世界なんですよ。深刻な顔して悩むダイヤモンド映像の社長とかですね、なんかこういろんな複雑な顔をするとか、山田孝之が面白い顔をするっていうですね、演技みたいな顔芸があって、すごい盛り上がりがあって、ものすごい嫌な悪役が出てきて、でそれに関してすごいなんかな、テンパったシチュエーションとか追い詰められたシチュエーションがあってっていうですね、ほとんどアクション映画のノリで作ってるから、全裸監督って面白いんですね。こう全裸監督2も面白いんですけども、映画ってドラマを追求するかドラマを放棄するのかの、僕は面白く作るにはどっちかだと思ってですね、ゴジラ対コングはね、まあ、実に見事に人間ドラマを放棄してると。でこれまでの怪獣映画でなかなかできなかったやつなんですよ。昭和の時代からゴジラは余計な人間ドラマが入って、後でそれを見ると退屈なんですけどもですね、だからといってじゃあ怪獣が出てきてバトルしてたらいいのかっていうと、それもね割と退屈だから見れないんですね。怪獣映画の、いわゆる怪獣映画の怪獣って着ぐるみなもんで、着ぐるみに格闘されるのってすごい難しいんですよね。腕の長さが違う、リーチが違うとか、いろんな条件があるの。だからどうしても光線技の打ち合いになっててですね、それを見せられても、トランスフォーマーが面白い人だったらいいんですけども、僕はトランスフォーマーの戦闘シーンで寝てしまうような人間なので、派手な、なんかこう、絵面のいいバトルが永遠続くと、カーチェイスシーンとか、トランスフォーマーのなんだか戦闘シーンとか、アベンジャーズの戦闘シーン、全部眠くなるんですよね。なので、昭和後期から平成のゴジラシリーズのバトルもの、バーサスものってやつも、ものすごい眠くなるんですよ。で、見れないんですけども、ゴジラ対コングね、眠くならなかったんですよね。あまりにバカ映画で、もう本当にね、ジョジョとかね、ジョジョじゃないな、ビーバップハイスクールですか。ゴリラ番長とコカゲ番長。
で、その人間ドラマをほとんど放棄するっていうのは、シン・ゴジラでやりかけたんですけど、シン・ゴジラまだね、なんとなく人間ドラマが残ってるんですけども、本当にね、ないので、今のうち言ってきますけど、ゴジラ対コング見た後に何にも残んないですよ。何にも残んないんですけどもですね、全編日本のアニメとか特撮のオマージュ、もう特にあの、海の上での対決シーンは、エヴァの7話ですね、アスカ来週ですね、やってくれましたね。ラストすごいんですけども、ここだけネタバレ危険出しときましょうか。どうでもいい映画なんでネタバレってことはないですけど、最後ゴジラとコングが戦ってですね、ネタバレですよ、ゴジラとコングが戦って、まあ勝負がつかないわけですよ、ね、勝負がつかないわけですよ。で最後ですね、またゴジラとコングが向かい合って、ああってお互い吠えるんですよ。もう本当にやんのかこれは、なえ、やんのかこら、おい、なんやねん、なえ、おい、やんのか、やんのか、やんのかって言って、ゴジラが海に帰って行ってですね、そのゴジラの刀目でキングコングが向こうに見えてて、あいつも男だ、みたいな顔をキングコングがしてやがるんですよ。バカ映画でしょ。完全なヤンキー映画なんですよ。そこが良かった。すげえなーと思って。で、あのシリーズって大体最後に、こっから先こういう風になりますよっていうですね、ちょっとした次への小ネタみたいなのがあるけど、全く何もないんですよね。だからもう本当にゴジラ対コングでこのゴジラシリーズは終わりますっていう風な感じで綺麗に終わってくれたんですけども、なんかあまりに全世界でヒットしてるんでですね、早速続編決まったそうで、で、ゴジラ対コングの監督がまた監督するんですってね、なんかよくわかんないですけど、で、さらにドラマを減らすって言ってるんですよ。今回でドラマは7割減らしたけど、次回は8割減らすって言ってて、で、できればもう本当に怪獣だけで話したいって言ってるから、よくわかってるなというふうに思います。いや、なんかそんな感じで、まあ、逆に見たくなる。そうですよね。逆に見たくなる。まあ、本当にね、ゴジラ今後見る前に前作を見た方が、いや、そんなことはない。それ、前作見てもそんなに変わんないですよ。今のうち言っときますけども。このモンスターバースの世界観が生まれた理由っていうのは、パシフィックリムのですね、制作事情からも、まあ大体ね、分かってくるんですよね。まずですね、デルトロ監督、パシフィックリムのデルトロ監督は、もともとクトゥルー神話ですね、つまり超古代に巨大な神々が地球を支配していたっていう、そういうシリーズがあるんですけど、それの映像がやりたくて、もそれがやりたくて映画監督になったような人なんですね。しかしですね、土壇場でこのクトゥール神話の制作にですね、NG が出てしまって、まあ大ショック、意気消沈ですね。で、意気消沈している中ですね、たまたま彼のところで持ち込み企画としてきたのが、巨大ロボットものの監督やってくれないかと。まあこれがパシフィックリムになるわけですね。デルトロ監督としてはですね、いや正直それどころじゃないと、そんなもん別にやりたくないよって思ったんですけども、脚本読んでみると、ちょっとこれ面白いんじゃないかと思っちゃったと。で、その結果ですね、監督引き受けてパシフィックリムのですね、まあ制作に入るんですけども、それまでですね、もう使えないと思ってたクトゥルー神話のですね、やりたかった設定をですね、ガンガンこう入れ込むことに成功するんですね。まあ、モンスターバースのですね、このゴジラ、レジェンダリー版のゴジラのですね、存在するモンスターバースの世界観って、基本的にそのデルトロ監督がですね、持ち込んでしまったですね、怪獣イコールクトゥルー神話におけるその旧支配者ですね、グレートオールドワンっていうんですかね、あれのイメージがすごい強いんですよ。レジェンダリーのですね、その出世作であるパシフィックリムからこのモンスターバースに流れてきたんで、海外のコミックとかではですね、割と当たり前のようにパシフィックリムとゴジラシリーズっていうのはいずれ合体するんだろうというふうに思われてるんですけど、僕ら日本人からすると、なんでその巨大ロボットものとゴジラが一緒になるんだっていうのはあるんですけど、それはもともとこの企画の立ち上げであるイメージのもとを作ったデルトロ監督が、もともとクトゥルー神話やりたくてっていうことで両方つけた。だからパシフィックリムも巨大怪獣、あれはクトゥルー神たちからのまあまあ使いなわけですね。で、このモンスターバースっていうのは、多分太古の時代クトゥルー神と戦った地球のスーパーヒーローが怪獣だっていう設定になってるんだと思います。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録もよろしくね。